今回はこれから富山県でポーカーのトーナメント参加します。神山ポーカーグランプリです。ふるさと納税でバインできるってことですか、これ。あ、そうです。何対策するんですか。あ、何ですか。どうもみたいな。何対策するんですか。あの、皆様の感謝と意気込みと。結婚式のスピーチ練習するから。おはようございます。おはようございます。今日は本当に、たくさんの参加ありがとうございます。120名参加登録いただいてます。これからですね、2日間、思う存分上市を楽しんでいただければなと思います。じゃあまず最初にですね、上市中川町長から、一言皆さんにお礼のご挨拶がございますので、よろしくお願いします。上市長お願いします。上はポーカーグランプリのご案内をいたしましたところ、多くの皆さんにご参加いただきました。ありがとうございます。ようこそ富山県へ、ようこそ上市町へ、心から歓迎を申し上げます。今日は25の都道府県から190名の皆さんがご参加をいただき、嬉しい限りであります。ポーカーで町おこし、その言葉を合言葉にポーカーサークル同好会に、そして心からポーカーの普及に尽力をなさっております、サミー株式会社、そして私ども上市町3社全国大会を富山県上市町に初めて開催させていただきます。今日は明日2日間思い出深い大会になりますように、これが来年もこうして開催できればいいなと思っております。ご期待ください。今日は明日頑張っていきましょう。ありがとうございます。主催団体をさせてもらってます MS ポーカーサークル一応代表しまして、サクさんの方からご挨拶をさせていただきたいと思います。コンセプトは一つ、ただただ楽しい会でありたいと思っています。一人も嫌なことを思いをせず、全員がただただ楽しく過ごし、次回も絶対参加したい、そう思ってくれる会にすることが、だけを考えて、企画しています。それにはみんなの協力が必要です。ハンド批判、不利益批判は絶対しないでください。この中でふるさと納税で参加したよっていう方どれぐらいいらっしゃいます？おー、すごい。すごい、ありがとうございます。上市町民を代表いたしまして心から御礼申し上げます。今日25都道府県ってさっき町長おっしゃいましたけど、俺が一番遠いっていう自信持って言える人。ちなみに、どこからいらっしゃいましたか？北海道から来ました。はい、そしてまさかの対抗馬が現れました。どこからいらっしゃいましたか？ラスベガスから来ました。はい、正解は25都道府県プラス江端州でした。メインイベントのプライドを発表いたします。メインイベント優勝は上市ブランド牛つるぎ、他ですね、特製品の詰め合わせを、いっぱい持って帰ってもらいます。メインイベントの副賞としてですね、11月に行われる北海道グランプリさんのメインチケット2シートおよび、渡航費補助を、上市町企業から5万円分、出したいと思います。準優勝詰め合わせがもらえます。準優勝は副賞として韓国のパラダイスキーホテル、上位5位の方は生そうめんを特別に今日いただいてます。堀内さん、ジェイソンさんの方から一言で、皆さんにちょっとお言葉をいただければと思います。すいません、よろしく。会社契約庁で、普段はですね、ラスベガスに住んでいて、日本であまりポーカーする機会ないんですけども、今日は富山県上市でポーカーができるということで、とても楽しみにしてきました。2日間、短い時間ではありますが、どうぞよろしくお願いします。皆様、こんにちは。ポーカープレイヤーの堀内雅です。今日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。上市ですね、皆さんとこうして交流できることをとても嬉しく思っています。で、今日動画を撮影してまして、私 YouTube をやっておりまして、この今日の大会を盛り上げるようにやっていきますので、2日間どうぞよろしくお願いします。じゃあお二人の合図に合わせてスタートしたいと思います。それでは上ワンポーカーグランプリ開始します。ディーラーシャクロップ&ディール、はい、よろしくお願いします。皆さん、皆さん、よろしくお願いします。
ヨガ縛りですか。ありがとうございます。手洗いは会場端の非常口のところから出ていただくとございます。ですそちらには下足入れないので靴を脱いで来てください。オールインコールされました。トリスさんトリックスでラブラブ。はい、そんぐらいのハンドクだ。レース800、レース800点。はい、ブライが終わりました。200、400は T400 です。200、400の T400 です。です。はい、レイズ1000点。はい、1000点コール。4000点です。はい、レース1000点。
ブレイクに入ります。ランチブレイクに入ります。先ほどの点々で、席を立つ前にまず、チップを袋にチップを入れてください。袋にチップを入れて名前を書いてください。はい、でディーラーさんの後ろに袋入ってますから、ディーラーさん後ろから袋を出してあげてください。はい、お弁当チケットは、こちらサクさんの方で販売してますので、ぜひ美味しいお弁当を購入して食べてみてください。はい、1時ぐらいをめどに戻ってきてください。1時から、簡単なご挨拶がご案内ありますので、1時ぐらいにめどに戻ってきてください。よろしくお願いします。ここだけ副町長の方から、皆さんにちょっとお礼とですね、ご案内をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。本当にようこそ上市町へお越しいただいてありがとうございます。カモシカのサンタ君と言いまして、上市町の、公認アンバサダーを昨年の秋から務めていただいております。県外でもいろいろ活躍しているので、よかったらまたフォローしてやってくださいませ。はい、上市町せっかく来ていただいたんで、見どころをちょっとだけ紹介したいと思います。まず何といってもですね、うちの町は剣岳という名峰があります。なんと高さは2999メートルです。登山をする人は一緒に一度は登りたいと言われている山になります。滝行とかもしやりたいという人がいらっしゃいましたら、うちの方でバスも手配していますので、ぜひこれ体験していただいて、特に飛んでしまった人はこれで身を清めていただいたら、きっとまた運が戻ると思いますので、ぜひ体験していただきたいと思います。すいません、以上でした。ありがとうございました。 M ホの文句は俺に。どうも、 M ホールプロデューサーの大輝です。ありがとうございます。はい、僕のこと知らない人もね、たくさんいると思うんですけれども、M ホールデムというアプリはね、知っている方はたくさんいるんじゃないのかなと思っております。皆さんはね、ポーカー大好きだと思いますので、お友達やご家族の方にポーカーの楽しさを伝えたいときはですね、ぜひあちらの M ホールデム最初にやってみていただければいいかなと思います。今回ですね、 MS ポーカーサークルさんは上市町さんと一緒にこの行政と協力して行うポーカー大会、神山ポーカーグランプリを開催することができて非常に嬉しく思っております。今回のね、こちらの事例をもとに今後はですね、日本全国でこういった活動をねしていきたいというふうに思っておりますので、今日来ている方の中でもいろいろな地域でポーカー活動をやっている人もいると思いますので、うちの地域でもやってみたいみたいな人がいたらですね、あちらに我々のブース構えておりますので、お気軽にお声掛けいただければ嬉しいなと思っております。私ですね、今日プレイヤーとして参加してたんですけれども、先ほど飛んでしまいまして、この後滝行に行って身を清めていきたいと思います。じゃあ皆さん行きましょう。はい、お願いします。車で滝行スポットまで出てきてもらいました。滝がね、6本ありそうですね。6本少女です。これで清めていきます。おー、鐘の音が。あー、滝だ。滝が見えました。強い強い滝の。6人同時に打てる、いけるんですか。Yeah!
ト団にめちゃくちゃ気持ちいい終わってるんで、はい、晴れ晴れとして気持ちいい。県民賞でも取り上げられたことのある美味しいそうめん食べてきました。はい、ごゆっくりどうぞ。美味しそう。大岩そうめん並盛りです。いただきます。いただきます。先に食べただけなんですけど、すごいですね。先にも皆さんほとんどだってもえ終わってません。めちゃめちゃうまいです。もう終わってます。終わってません。どんだけでも食べれます。箸止まらないですね。来たタイミング同じですよね、はい、喉越しよくて本当ツルツル入っちゃいますね。わかります。はい、はい。滝行終わって帰ってきまして、今ですねパックチームに出場しております。参加は半度目でねダブルアップして、イエーイ、まあまあいい調子です。うん、おもろっ。おー、でかっ。なんでもある。これは結構やばいね。いけるかも。うわー。なんだ。あ、デッドウェア。あ、七か。七です。七があるのか。さすがに。ナイス。ナイス。はい。ああ、お疲れ様でした。ありがとうございます。4位です。4位、おめでとうございます。タクマッチ4位は堀内さん夫妻ペアでした。おめでとうございます。ありがとうございます。タクマッチ4位になりまして、ごちそうの具3種セットと米2キロとそばつゆセット2人前になります。やったー。堀内家の食卓にします。ありがとうございます。ありがとうございます。1位が剣ステーキとすき焼き肉だったよ、めいちゃん。くそー。乾杯。乾杯。乾杯。一夜明けまして、本日はカミワンポーカーグランプリのデイ2となります。私は昨日メインで飛んでタッグチームでインマネして、今日はサイドイベントを出場予定ですね。今から電鉄富山で上市まで向かいます。はい、到着しました。上市です。会場入りました。こちらですね、カミワンポーカーグランプリのトロフィーになります。いよいよ今日ですね第1回の優勝者決まります。ディズニーリゾートペアチケットございます。メインイベントのデイ2がスタートしました。残り35人です。東京から来た若夏ちゃん最年少。はい、チーズ。オッケーです。じゃあ堀井さん、皆さんよくぞここまで乗り疲れました。僕はとっくの昔に飛びました。優勝目指して頑張ってください。次のシャンプロッパーに頑張ってください。上市ポーカーグランプリ2日間ありがとうございました。めちゃくちゃ良かったですね。第2回第3回であればね、ぜひこの富山盛り上げていきたいです。この後僕はね、来週かな、もうラスベガスに旅立ちます。こっちのメインも頑張ってきます。では最後までご視聴いただきありがとうございました。